皆さんおはようございます。私、学校の磯田康ですよね。71歳になりました。66歳の時に、外国語大学行きまして、勉強を開始しまして、69歳で研究合格。で、71歳になった現在は、まあ、社会貢献でね、この英語系 YouTuber のこの動画を作って、まあ、様々な企画をやって、皆さんと一緒に英語力アップということでやっております。まあ、これ、私のボランティアで作ってますので、ね、幸い、まあ、そういうことに、ね、出資に賛成して、協力しようじゃないのっていう方が何人も現れて、様々な英語の講座を作れるようになりました。ちなみに英検1級に対してはドクターケープがやっています。英作文特訓コーナーってのはやってます、やってるんですよね。で、まあ、ただこっちの方はね、かなり上級者志向で難しいんで、まあ、竹川先生この一番下にいつも載ってますよね、竹川先生の情報が、あの方が事務局やっておられます。で、一応ね、まあ、試験といいますか、自己紹介を英語できっちり書いて送って、それでまあ OK 出たら入れるという、そういう、まあ、一定のレベル以上の方をということで、そういうことをやっております。ちなみにあと準1級の語学講座っていうのは私が担当していて、もう一個の2級の講座っていうのは若い久米川先生っていう方が担当されております。この2つはね、別にそんな入るのに、これ英語の障害文書いてこいよとか、それは何もありません。自由にどなたでも参加できます。私がやってる準1級と久米川先生がやってる2級の方はね、ただそれにはこの動画の登録とメルマガ登録がいります。で、そのようにしていただきましたら、メルマガに、ズームのね、パスコードが書いてありますので、そのパスコードを使って自由に、この、ズームで、講義を聞くことができるようになってます。すべて無料でできるようになってます。で、まあ、メルマガなんですけどね、まあ、届いてないよという人がいるけれども、まあ、大概ね、あれに分類されてる迷惑メールにね、それをちょっとチェックしてくださいということで、どうしても、入り口で弾かれるようでしたらね、Gmail か Yahoo メールにしていただいたら、もう間違いなく届くということです。それと、まあ、以前からメール取ったんですけども、いらなくなりましたという方の場合ですね、で、この方の場合は、返信ボタンで、もういらなくなりましたって、ピッとこちらへ送っていただきましたら、メールの配信停止いたしますのでね、いうことでやっております。まあでまあ、結構問い合わせもありますのでね、で、まあ、個人相談会もやってるんですよ。ただね、今週同日と、同日月と私東京に行ってまして、東京でオフ会があるんですよね。4月9日土曜日の正午、午後1時からやっておりますのでね、で翌日曜日の4月10日の日曜日もちょっとまだ土曜日の方がね、満員で入れなかった人が日曜日に来られてて、まあ日曜日は日曜日で、まあ、ちょっとした会食をやろうかということでやってますので、まあまだそっちの方はちょっと空きがありますので、今からの場合は土曜日の方はもう満タンでダメなんですけど、日曜日の方はまだちょっと空きがあるということで、もし参加を希望でしたら Gmail で連絡してくださいということですよね。で、その結果ですね、日曜日の朝、いつもやってます、ニューヨークタイムズを読む会っていうのは朝9時からやってるんですけど、毎週やってるんですけども、ちょっと私東京に行ってて、そんな事情でできませんので、今度の日曜日はお休みです。で、また土曜日にいつもやってた、ズームの会議ですよね。で、個人相談会。これもちょっと東京行ってておりませんので、今週の土曜日はズーム会議ありませんということです。で、ただし、日曜日の夜にやってます、久米川先生がやってる英検2級講座ですね。これは、やります。できますのでね。久米さんが、先生は大阪におりますので、できますので、そちらの方どうぞ。で、しかも今回からなんか、今まで1時間でやってんけど、もう1時間で収めきれんから、2時間でどうですかって私に言ってるけど、よそのまま変わらへんだろうと、もうみんなもその方が喜ぶんじゃないかということで、今度から2時間でちょっとね、長くなりますけれども、もうやりますのでね、もう、すごいよね。これ全部無料でやってんだから。大したもんですけども、まあ、そうやっておられますね。ということで、それやってます。で、あと、まあ、ちょっとね、今度の会議の、オフ会でも思ったんですけどね、たまたま東京の方はね、伊沢さんという若い女性の方が幹事になってやっておられてるんですよ。で、まあ、やっておられるの見たら、もうそうきっちりやっておられるんでね、もう、やっぱりそういうふうにやらなあかんなと、もう私がやった大阪の方はね、結構ミスがあって、ちょっとすいません、ちょっとこうご迷惑かけた面もあったんですけども、やっぱりこういうふうにやらないかんのだなと思って、つくづく反省して、
ております、大阪の方はね、はい、でまあ、その次は、10月にやる予定でしております、まあ10月の時はね、きっちりやれるようにちょっと練習しておりますので、今回でいうことでやっております。で、英語なんですけどね、やっぱり今ちょっとね、ウクライナ問題ですか、ああいう戦争の大きな事件が起こってきて、おかげで世界的な経済にもね、非常に大きな影響を与えてますよね。例えば日本の円が下がってくるとか、ね、ガソリンの値段が上がって、原油の値段が上がる、あるいは電気代が上がるとか、世界的にも非常に大きな影響が出てますよね。で、そういうのがリアルタイムで分かるっていうのは、英語が分かるっていうことの良さですよね。そうすると、例えばニューヨークタイムズなんか読んでますと、リアルタイムであれ更新されていきますので、電子版の場合本当によく分かりますよね。それと今ちょうどね、非常に残虐な事件が明らかになってきてますよね。戦争犯罪がロシア側がやったらね、それなんかもかなりこう生々しい写真や状況描写でニューヨークタイムズなんかやってます。それ以外にも YouTube でもね、結構英語系の中では相当正確なものが出ておりますので、まあ、そういうのをダイレクトに知ってこう情報を取り入れ、また自分たちで考えたりできるっていう、まあ、そういうのはね、英語ができることの良さということで、まあ、またそういうことのために英語をやってるということですよね。ね、チーチーパッパばっかりが英語じゃないんだよね。あんなことやってたらもう途中でみんな嫌になっちゃいますね。やっぱりそういうダイナミックな世界そのものの中と、このエンゲージメントしていくという、これが英語の良さで、またそれがね、ソフトパワーになっていくわけですよね。例えば今そうやってものすごい残虐事件が明らかになっていってますけれども、ああいうことが世界中にこう広まっていったらね、これはやっぱり相当のリアクション出てきますよね。例えばロシアに対する経済封鎖がさらに厳しくなるとか、あるいはウクライナに対する同情が集まってきて、ものすごいこう軍事援助とか、さまざまな経済援助が行われてますよね。で、今日のニューヨークタイムズでも私読んでましたら、ああ、なるほどなと思いましたが、結構、もともとね、アメリカ軍が入ってたんですよ、ウクライナに。今回の事件が起こる前からね、2014年頃からずっと入ってて、いわゆる軍事顧問団がいたんですよね。今も多分残ってると思うんですけども、まあ、正確なことは分かりませんが、今日のニューヨークタイムズによりますと、結構こう、今ウクライナ軍 の、 訓練のために合衆国へ、いろんなユニットを呼び寄せて、でそこで今新しいドローンですよね、今アメリカが提供しているドローン の、 操作方法とか攻撃方法を結構こうレクチャーして、またウクライナのユニットをウクライナに返すという、そういうこともやっておりますよね。もともとね、この合衆国のアメリカ軍がウクライナ軍を訓練したっていうのは あったんです。単に軍事顧問を送り込むだけ話に、ポーランドを使ってね、ポーランドでポーランドは NATO に入ってますのでね、ウクライナ軍を呼んでポーランドで軍事訓練までやってたりしてたんですよ。今はね、さすがに戦争最中だからそこまでやってるのか、あるいはもうちょっと別の形でこう軍事教練をやってるのか分かりませんがね、そういうことが出ておりましたね。それともう一つ、まあ、皆さん方心配になるというのが、いわゆるプーチンが核のボタンを押すんじゃないかっていうね、それやっぱり可能性は十分あるんですけれども、今のところニューヨークタイムズの報道を読んでますと、まあ、当然アメリカ側もそれことは非常に注意してて、ね、非常に厳しいアラート体制を引いてますよね。で、まあ主に衛星を使ってずっと観察してるんですけど、今のところロシア軍の核戦略部隊の目立った動きとか異常な行動というのは一切出てきてないんですよね。で、平常通りということなんで、まあ今のところはね、核兵器が使われる心配は今のところはですね、ないですね。ただし先についてはわからないということと、もう一つはあくまで衛星の観察ですからね、内部で何が行われてるかまでは情報が入ってこないですからね、あくまで外表面上の状況では今のところ何らの異常行動はないという、そういう報道が出てましたですよね。まあ、そういうことが分かってくるというのも、やっぱりこう英語世界の中にダイレクトにこうつながる英語のソフトパワー、それからやっぱりこれから後のことを考えますよね。つまりこの戦争が終わった後っていうことですよね。当然この戦争犯罪のことも明らかにしなきゃならないですから、いわゆる経済制裁が簡単に解除されるとはとても思えないですよね。そういうことを考えてきますと、今の経済全体に与える影響というのは非常に大きくなってきますので、その辺も注意事項だなというふうに思って見ております。まあ、そういうことが分かるというのもね、英語がダイレクトに、この使える良さということでね。で、ちなみにこの G1級の方々を私面倒見ておりますと、
2割ぐらいの方はね、もうほぼこれ多分合格できるんじゃないのっていうレベル来てるんじゃない。で、5割ぐらいの人はね、ちょっとこれ1年ぐらいかかるんじゃないかっていう、そういう感じですよ。で、まあ、ちょっとあと1年ぐらいはね、という人の場合はね、やっぱり基本的なことのマスターができてないんだよね。だから英語がね、ええ加減なんですよ。ええ加減っていうのを、どうやってんかな、構造が、英語って構造で決まる言語なので、その構造がね、もう一つよく理解して使えてないんですよ。だから日本語と英語のごちゃ混ぜのような感じの、けったいな英語を作ってくるんですよね。そこにまだ英語の基本的な構造と論理の積み上げがわからない部分が大きいなと思って、それが分かってきてる方の G9 の英作文なんか見てると非常に楽なんですよね。こちら添削する方は、ああもうこの人基本的なこと分かってて、ところどころちょっと間違いだけ訂正したらもうそれで OK っていう風になってるんですよね。そこに大きな壁あるなっていう風に見てて分かるのはそこなんですよ。英語の基本的な構造が分かってて使いこなせているかどうかということですよね。まあ、そこだが一番初級者と中級以上を分ける壁だなっていうのをさまざまな人の添削をしてて感じることですね。まあそんなことですけれども、まあなかなかね、そんな簡単にすぐにはパッパッパッとマスターできるっていう、そんなことにはいかないんですよね。やっぱり時間かけて基本的なことを分かりながらずっと積み上げていくしかありませんので、まあ頑張ってやっていきましょう。